福里地下ダム宮古島では砂川福里の各流域でそれぞれ農業用地下ダムが建設されました。このような大規模地下ダムによる農業用水の利用は世界でも例がありません。本施設は地下水の貯留状況を一目で確かめられるように地下ダムの一部を掘り込んだもので、地下水位、水温、水質などを測定しています。地下ダム開発の経緯。ここ宮古島は亜熱帯性気候に属しており、年間2200ミリの降水量がありますが、降った雨の 50% が蒸発してしまいます。また約 40% が地下へ染み込んで利用できないまま地下水として海へ流れ込んでてしまいます。これはサンゴ礁の隆起によって島ができたため、地層が水を通しやすい性質を持っているからです。島では海岸沿いにの湧き水を飲料水としていますが、農業用水として利用する余裕はなく、農家は干ばつのたびに大きな被害を被ってきました。このため水を通さない地層の上にコンクリートの壁を作り、地下水をせき止めて利用する地下ダムが農業用の新たな水源として開発されました。福里地下ダム。宮古島には大規模な地下ダムが2つ建設されています。福里地下ダムはそのうちの1つで、総貯水量は1050万トン、ダム壁の高さは27メートルです。貯留した地下水を利用するため、ダム本体の他にポンプ、パイプライン、ファームボンドなどの施設が建設されています。